日本神奈川県横浜市中区、弁天通り弁天通りは、神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は、弁天通り1丁目から弁天通り6丁目で、住居表示未実施。郵便番号は231-0007。面積は0.036平方キロメートル。中区北西部の管内地区に位置し、南東から北西にかけての600メートルほどの市道に、 沿った細長い町域を持つ。海に近い北東側は、南中通り、南西側は、大田町、南東端は、日本大通に接する。県庁に近い南東側が一丁目であり、日本大通との境に、港大通、各丁目の境を、館内中通り、館内桜通り、館内大通、馬車道、博物館通が横切る。幕末の開港以来より、 横浜の商業の中心地の一つであり、オフィスビルや商店が立ち並ぶ。江戸時代末期からの地名で、1859年の横浜公開港に最初建設された日本人居住区の一角をなす。当初は北西から順に2から5丁目が置かれたが、1871年に南東から1から6丁目に改められた。当初は横浜町、1878年に、 横浜区、1889年に横浜市、1947年からは横浜市中区の町名となる。町名は横浜村の鎮守である島間弁天社に通じる道沿いであったことに由来するが、同神社は1869年に中区羽衣町に先座している。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお 一丁目、四丁目と五丁目は、非公表。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。100メートルほど、北東側に本町通りが並行し、その地下を走る横浜、高速鉄道港未来線日本大通り駅及び、バ車シャ道駅が、最寄りとなる。横浜市営地下鉄ブルーライン及び JR 根岸線、館内駅、桜木町駅も徒歩圏内である。 ありがとうございます。